これ結構間違える人多いんですよね。やっぱりこれはよく出るんですね。本当に間違える人多い。まあ分かるからいいだろうと思って間違えてる人がほとんどなのかもしれない。まあいいと言えばいいんですけどね。でもまあテストを受けるんだったらちゃんと書いてほしいなって私は思いますけどね。まあ分かるんですけどね。はい、 How to read 漢字です。Please、choose your answer. 1, 2, 3, 4. 1 of 4. ね、はい。意外とわかるんですね。うん。はい、2番。そう、アルファベットでね、そうやって書くと実際の発音間違えちゃうんですよね。難しいね、日本語って。だから本当はひらがなで書いてほしいんですよ。実際のひらがなとひらがな、まあやっぱひらがなで書かないと本当の発音ができないですね、日本語は。まあ、ローさん、私がその、アルファベット、if I read, I, of course I'm Japanese, I read, if I read alphabet in your comment, you may. It's not famous. The pronunciation is not famous. それ、you may なんですよね。you may ってなんだろうね。you may って言葉あったかな？ないね。ないですね。はい、これはもうトラップです。ただのトラップ。はいですね。はい、答えは2番です。はい、ない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 。はい、有名です。有名。 pronunciation is 有名 not 有名Not 有名。有名です。はい。もうこれはね、覚えてください。プロナンシエーションです。覚えてください。N5 ですね、これ。これは N5。こっちは多分 N4。次はボキャブラリーです。ちょっと小さくな。ちょっと。はい。Please choose answer. In underline the さあどうでしょう。プリーズヨーアンサー。結構今日問題多いな。全然進んでないけど、これが最後です。これは最後ですね。時間的に今日は最後にしましょう。で、皆さんも go to lunch。We have to go to lunch。で、ラストクエスチョンです。1番、2番、2番、2番。
はい、2です。はい、ありがとうございます。コメントね、ありがとうございます。はい、まあひらがな読みますと、荷物をたくさん持って、これはもう本当ボキャブラリーというかイディオムですね。 It's a question is a point is a idiom whether you understand idiom、ね、for 傘、うん、まあ一番でも分かりますけどね、うん、一番でも分かりますけどね。はい、答えです。答えはね、2番です。はい、傘を差すのは大変だ。履くはこれパンツとか、アンダーこのウエストより下のことですからね。ウエストより下のもの。For example, socks, pants. まあ、ladies だったらスカートとかね。ウエストより下。で、つけるは put on ですけど、まあ、イヤリンとか時計、ネックレス、イヤリン、時計とかね、つけるですね。で、違います。違うね。で、これでしょ。どちらかですね。which one ですね。confusing。で、これトラップですね。トラップ。うん。そうですね。靴を履くね。刺すですね。刺す。傘を刺す。これ、イディオムです。To use an umbrella、うん、傘を差す、これもイディオムです。 Hold an umbrella、うん、Hold an umbrella、ね、で開けるはオープンでしょ。 Open the umbrella、 まあ分かりますけど、あーちょっとストレンジ、うん、傘を差す mean the idiom、 イディオム、It's a vocabulary question. 刺す、うん、ね、はい、ということでね、雪の降る、東京から、東京じゃないや私、雪の降る山梨からねお伝えしました。はい、まだ、まあ、N5、N4 の人には、私のオンラインコースをおすすめしますが、 N3 の人はね、やっぱり自分で勉強するか、iTalkie とかプレプリとかデュオリンゴとかで、会話の練習をする先生を探すのもいいですね。私はね、I don't teach the just one time. I just prepared one package. The 6 months とか 3 months とかね。I don't want to teach the just one time speaking. そうなんです。Please.The search the other Japanese teacher in Prepli or iTalkie and あとなんだっけ、なんかありましたね、アプリケーション、うん、Language application、です。まあ そうですね、たくさんの方がA lot of people that subscribe my newsletter. So if you can, the test or mini check in my website, please check, please subscribe my newsletter and also follow my Facebook page. お願いします。はい。じゃあ今日もここで終わります。それではまた。さよなら。